イラストレーターの仕事をしております。神奈川から京都に引っ越してくるときに町屋もいいんじゃないかっていう提案をいただいて、それでまあできるだけ自然派のものを使いたかったのもあるので、アマチュアってそういう意味では理にかなってるのかもと思いまして、はい、させていただきました。こう改修工事していただいてるときに、やっぱり土壁って呼吸してるからというお話を聞いたときに、あ、素晴らしいなと思いまして、あの湿度も吸ってくれるし、乾燥してるときは出してくれるっていうお話がすごく感動的で、あ、これはやっぱ良かったなと思いました。実際にここ住んでみて思ったのは、あの皆さんが思ってるほど不便ではないっていうのが私の感覚なんですね。なのでこうせっかくの時代を超えてある建物を潰してしまって、こう新しい建物にしてしまうのはもったいないっていう考えはあるので、それでしたらまあ自分たちの現代の人間が暮らしやすいようにリノベーションしながら暮らしていけたら良いなっていうのは思いました。設計士の方が町屋の専門の方だったので、あのやはりこの町屋には意味があってこの形になっているから、できるだけそのベースは残した状態で直した方がいいというお話をいただきまして、それでまあここもちょっと土間だったんですけども、まあ、床を低めにして段差をつけていただいたりとか、大きく区画は変えてないです。まあ、私が描いてる絵が風景であったりとか、まあ、割と自然のものが多いので、そういう意味ではやはりこちらのまあ空気感、木の香りも含めてやっぱり自分の中には刺激になってると思います。まあ、アトリエを最初は探してたんですけども、たまたま、まあ近くでゲストハウスをやっていたあの知り合いが辞めて沖縄に引っ越してしまうっていうお話を聞いて、あ、もったいない建物やなと思いまして、まあ、お借りすることを決めたんですけども、ちょっとアトリエだけにするにはあまりにも広く、そしてあのまあ宿泊施設の設備も整っているので、それでしたらちょっと引き継いであのやってみようかなというふうに考えていることなんです。クリエイティブな方とか、もしくは何か発信したい方がそこで勉強されたりとか、広げる場、気づきの場になればよいなと思って、あちらを運営しようと思いました。